<coughs> はい、アメージングメガネストライキの師匠ですテスト終わったからねあーやっと終わったテストが疲れた本当にまあいいやねテスト終わったしまあできるだけね投稿したいと思いますよえー、皆さんまあ7月10日 7月10日といえば、何の日でしょうかね。質問しましょう。7月10日といえば、何の日でございましょうかまあね、いろいろあると思うんだよ。あの、昨日、ウィキで調べたけど、まあ、いろんな7月10日あったりしたけど、俺が言いたいのは、そっちじゃないの。 もっとあるはず。はい。7月10日といえば、ウルトラマンの日であります。そうそう、ウルトラマンがそう、ウルトラマンが、そうそうそう、放送された日。ね。今じゃね、知らない人はまあ、いないであろう、国民的ヒーロー、ウルトラマン。 えー、もちろんね、それを作ったのは、つぶらや、えいちという人。脚本家は、ま、あ、いろいろいるけど、ま、あ、金城さんとかね。<laughs> いや、俺がね、ほんとね、ほんと最近なんだよね、ウルトラマンがもう、どハマりしたのは。それまでウルトラマンは、ああ、ウルトラマン、ああ、こういうのがいるんだ。 たのは、小学校の頃友達がたまたまウルトラマンを、すごいハマってて、それをよく話聞いてたりなんかしてたのかなよく口に出したりしてさ。今日はね、まあ、7月10日ウルトラマンだから、ウルトラマンを語る、ます。だから、ついてこれない人はもう、動画切っても構いません。逆に、いい、それでもいいっていう人は、まあ、まあ見てください。あと、 あの動画のコメント欄にいくつか私が,私がちょっと質問させていただきますはいというわけでウルトラマンね1966年7月にウルトラマンが放送で1966年1月にウルトラ Q ウルトラ Q ねウルトラシリーズのほんと第1作目まあウルトラ Q どんなものかっていうと まあ、ウルトラマンみたいな巨大ヒーローは出てこないんですよ。もしろ人間の中で解決される、なんか怪奇事件みたいな。ウルトラ級代表するのが、まあ、カネゴンだったり、ペギラ、あとケムール星人とか,か。もうだから、巨大ヒーローは絶対人間の手で解決するような話なのかな。まあ、 ウルトラマンが、まあウ、ウルトラシリーズの第2作にあたると。ちなみにウルトラ Q の名前の由来は、あの、競技、競技の言葉のウルトラ C から来てると。そう,いう言ってるのがあったからね。まあ、ね。1967年10月に、まあね、超人気高い名作揃いのウルトラセブン。 ウルトラセブンで一番のおすすめの話。これはやっぱりね、8話じゃないでしょうか。狙われた街。まあ、前にね、ウルトラセブンの、どう、なんか、プレビューしたやつもいてたけど、いや、ほんとね、8話はね、名作ですよ。まあ、それは、ね、 動画、その動画を見てください。あともう一つおすすめの話が、やっぱ、地球最大の侵略ですかね。まあ最終話にあたる2、に、二部あるんだよね。前編と後編に分かれてて、簡単に言えば、戦い、いろんな戦いを乗り越えたけど、疲労が溜まってたのかな、確か。変身すると、危ないっていう状況になってて、パンダンですね。 強敵パンドン。ま、セブンが、前面の方で一度パンドンを倒したのかな片手を切ったかアイスラッカーで倒すんだけど、後編になって改造パンドンっていうのが現れて、ま、セブンはね、ああ、そこでも名言生まれてんだ。あのーあ、あの、セブンが、もうボロボロになりながらもう、 じゃあ、諸星団だ。諸星団が、ボロボロになりながら、変身しようとするんだよ。おぉ、うん。こうやって、すると、アンが、アン、アンヌだ。アンヌが、車がやってきて、見つけたわーって。そしたら、諸星団が、しょうも告白するんですよ。あの、好きとかじゃないからね。アンヌに、 実は僕は M787 から来たウルトラ7なんだ。で、でーンドーンって、あの二人の顔をしてバックがなんか急にあの、そう、あの、万華鏡みたいにペーンってやって。でもアンヌは私はそれでも構わないわ。って言うけど、で、セブンはね、変身します。ーで、バンドンと戦って、アンヌもね、 他の隊臣たちにウルタセブンは私たちのセブンだったのよこれへ地,球の部屋の地球の平和のためにやってきた平和のじ者ボロボロにならるのを私たちのために戦ってくれたのよでセブンはあのここすごいんだよねあのセブンはもうボロボロなわけじゃんこうやってアイスラッカー投げるんだけどパンドンにアイスラッカーをギュッてもうまれちゃってもうどうもう 動揺しちゃって、パンドンが投げたその力を利用して、ウルトラセブンがウルトラ連力で返して、で、まあ、パンドン首を切って倒すっていう。まあ、倒して、ウルトラセブンは帰って、まあ、終わりましたと。いや、本当ね、この最終回のとこはね、まあ、ランクで言えば、1位が、 あの、地球最大侵略の後編でしょうね。3位ぐらいに狙われた街でしょうね。まあ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 。次行きましょう。はい。帰ってきたウルトラマン。1971年。まあね、帰ってきたウルトラマン。え、帰ってきたとか言いながらも、まあ模様は、模様とも形ともに全く違うウルトラマンであると。え、えウルトラマンと、ウルトラマン、ジャックって呼ばれたんだよね。その二人の見分け方は、 この赤い模様が、ジャックは二重戦になってんのかなまあ、そのぐらいだね。で、ジャック、まあ、帰ってきたウルトラマンではね、特殊な武器をつけてるわけですよ。まあ、ウルトラブレスレット。<laughs> こうやって。まあ、あのー、ベムスターが出る回で、まあ、ジャックがね、負けてしまっ、いや、負けてないか。 途中、なんか宇宙にビョーンって飛び立っちゃって、ま、セブンから受けてるわけですよ。なんかブレスレット、ウルトラブレスレットで、ま、あベムスターをそのウルトラブレスレットで倒すんですよね。ギャー逆かなこうか。で、倒すんだよ。そっからもブレスレットで倒すことが多くなったね。まあ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 。あの、ウルトラ、 まあ、ジャックの話で、まあまあ、なんかワンサーチで、まあ調べてあるんだけどね。あの、雪、あのー、冷凍怪獣い雪男、雪女怪獣スノーゴンが出てくる話は、まあまあ、これはブレ,ブレスレットがなかったら、確実に負けてたっていうものがあるんだよね。1972年、ウルトラマンエース。 ウルトラマンですね。ほんと、切断王子です。と呼ばれているくらいね。まあ、まあ、光線技ってか、技が多いんだよね。えーと、ウルトラギロチンとか、なんかブルーレーザーみたいな、パンチレーザーとか。まあ、数、も数えきれないくらいの、ね、技がありますね。えー、ウルトラマン、タロウ。ウルトラマンレオ で、アストラ、まあ、ザ・ウルトラマン。たぶん、ジョーニアスとか、いたよね。で、ウルトラマン80。で、ウルトラマン、ま、あ、ユリアン。まあ、ユリアン。えっ、ー、と、平成版かなこれは。あ、違う。あの、ウルトラマン USA で、あの、ジャック・スコット・ウーマン・ベス。あとは、あのー、 これ、平成最初かなウルトラマングレードパワードであのい、ー、でミツいでミツとコラボして作られたウルトラマンゼアスでウルトラマンティガあのー、ダイナガイアで光の巨人三部作あーっとはウルトラマンナイスあのウルトラマンナイス面白いんだよね あの、腕につけたこの中、箱の中にチョコレート入ってて食べると、ウルトラマンナイスって。えっと、ウルトラマンネオス。まあ、えっ、ー、と、まあ、ネオス、ネオス、ネオス。まあ、ウルトラマンの柄ちょ、ウルトラマンとちょっと似てるんだよね、色が。えー、ネオス。そして、ウルトラセブン 21. そして、なんだ、えー、っと、ウルトラマンコスモス。 で、ジャスティス。えー、っと。まあ、また、まあ、の、ウルトラマンノアとか、レジェンドとかもいたね。で、ネクサス。で、ウルトラマンマックス。ま、あ、最速最強って言われてるね。で、メビウス。そしてなんだっけなぁ、銀河とか、X、あ、ビクトリーもいた。ん、X、 なんだろうな、これで、オーブか。じゃあ、その前に、ゼ、ウルトラマンゼロ、まあ、一応、ウルトラマンベリアル、そして、オーブ、あのー、なんだっけ、ジード。めっちゃいるやん、ウルトラマン。だから、ギネス、ギネ、ギネスで、最も、派生シリーズがある番組としてね、 ギレス乗ってますからねやっぱね昭和のウルトラマンってねすごい魅力があるんだよねやっぱウルトラマンとウルトラマンとかの話の一部とかを YouTube とか、まあ、ニコニコ動画でよく見るんだけどさウルトラマンが戦う以外にもその隊員たちのコミュニケーションが なんか、すーごいね、楽しいんだよね。あと、やっぱ、主題歌だよね。やっぱ、俺が一番好きなのはね、俺が一番好きな主題歌は、やっぱ、ウルトラマンの歌かな。やっぱ、あれほどね、ワクワク感の出る歌ってのもね、ないと思うんだよ。えー、俺がランク付けするとしたら、1位がウルトラマンの歌。 2位がウルトラセブンの歌。3が頑張れウルトラマンティ4が帰ってきたウルトラマンの歌。5がウルトラマン S の歌。まあ6ウルトラ太郎とか。ほんとね、ワクワクするのがめっちゃ多いんですよ。やっぱりさ <coughs>、ウルトラシリーズあるけど、まあウルトラシリーズのよね。 良さってのはやっぱりあのー、ねウルトラマンウルトラマンもやっぱいいじゃないやっぱりなんかやっぱウルトラマンってさおよく考えてみたらただあのー、怪獣を倒す、ま、ヒーローではないだからウルトラマンの話の中にも怪獣を倒さない回だってあるし なんかすごいなんかコメディー性ある話もあるんだよやっぱジャミラーの話のジャミラが出てくる話みたいにちょっとなんかちょっと心が痛くなりそうな話だってあるし「ウルトラマン」という番組をなんかすごい盛り上げるのはウルトラマンもあるしあとやっぱそのウルトラマンってなウルトラマンのその世界にいる 科学特捜隊みたいな特殊部隊とかあとは怪獣だと思うんだよもうやっぱウルトラマンの怪獣ってさどれも愛されてるわけだよまあゴモラとかレッドキングとか、まあ、いろんなのいるけどやっぱウルトラ怪獣っていうのは愛される怪獣たちなんだよその3つがあるこ3つが いいバランスを保って、ウルトラマンという番組を作っていると思う。ああ <laughs> えーっと、本来ならもっといろんなこと語りたかったけど、まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。ただ一つ言えるのは、ウルトラマン、それは、 ただの完全超悪なヒーローだけじゃなく、時には怪獣にも手を差し伸べる。とてもね、優しさと強さを兼ね揃え、兼ね揃えたヒーロー。それがウルトラマンであると私は思っています。なので、えー、もう始まったのかなえー、ウルトラマンジード、私は応援します。なんでもウルトラマンジードね、まあ、ウルトラマンベリアルの まあ、遺伝子を持ったウルトラマンであって、また、またウルトラマンオーブみたいな、二つのウルトラマンを二つにして生まれるみたいな。だから、あの、よく、あの、で、よく出回ってる、あの、赤黒の青目のあの姿は、ウルトラマンとウルトラマンベリアルを合体させたと。他にまた二つね、種類があるんだけどさ。まあまあまあ、私はね、 これからもウルトラマンを応援し続けます。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。えー、っと、私も、ちょっと変身しなければ。では皆さん、そろそろね、怪獣が現れました。では私は、この、の ノーズスプレーで変身していきます。ゼア。<laughs> 戦い、いろんな戦いを乗り越えたけど、疲労が溜まってたのかな確か。変身すると危ないっていう状況になってて。まあ、パンドンですね。強敵パンドン。まあ、セブンが前面の方で一度パンドンを倒したのかな片手を切ったかアイスラッカーで倒すんだけど、後編になって改造パンドンっていうのが現れて、 セブンはねあそこでも名言生まれてんだあのー、あ,あのセブンがもうボロボロになりなりがらもうじゃあ諸星団だ諸星団がボロボロになりながら変身しようとするんだよ、うん、こうやってするとアンがアンヌアンヌだアンヌが車がやってきて そしたら諸星団がショウも告白するんですよ。あの好きとかじゃないからね。アンヌに「実は僕は m じゃ八千から来たウルトラ7なんだ!で」でて「ドゥンドゥン」って人の顔をしてバックがなんか急にあの,そうあの万華鏡みたいにペーンってやって。でもアンヌは「私はそれでも構わないわ」って言うけど。 で、セブンはね、変身します。デューンで、バンドンと戦って、あんなもね、他の隊員たちに、ウルタセブンは、私たちのセブンだったのよ。これ、地球の,部屋の,地球の平和のためにやってきた、平和な死者。ボロボロになられるのを、私たちのために戦ってくれたのよ。で、セブンは、あの、ここすごいんだよね。あの、セブンはもうボロボロなわけじゃん。 こうやって、アイスラッカー投げるんだけど、パンドンに、アイスラッカーをギュッても掴まれちゃって、もう、ど、もう、動揺しちゃって、パンドンが、投げたその力を利用して、ウルトラセブンが、ウルトラ連力で、返して、で、まあ、パンドン、首を切って、倒すっていう。まあ、倒して、ウルトラセブンは、返って、まあ、終わりましたと。 いやほんとね、この最終回のとこはね、まあランクで言えば、1位があの地球最大侵略の後編でしょうね。3位ぐらいに狙われた街でしょうね。まあ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 、次行きましょう。はい、帰ってきたウルトラマン。1971年。まあね、帰ってきたウルトラマン、え帰ってきたとか言いながらも、まあセブンが、 前編の方で、一度パンドンを倒したのかな片手を切ったかアイスラッカーで倒すんだけど、後編になって、改造パンドンっていうのが現れて、まあ、セブンはね、ああ、そこでも名言生まれてんだ。あのーあ、あの、セブンが、もうボロボロになり何だがもう、まあ、いや、諸星なんだ。諸星団が、 ボロボロになりながら変身しようとするんだよ。うん、こうやってするとアンがアン,ヌアンヌだアンヌが車がやってきて見つけたわーってそしたら諸星団がウも告白するんですよ。あの好きとかじゃないからねアンヌに実は僕は m 7 8 0 0四から来た。 ウルトラセブンなんだで、でゥーンデーンって、あの二人の顔をして、バックがなんか急にあの、そうあの、万華鏡みたいに、ぺーンってやって。で、アンヌは、私はそれでも買わないわって言うけど、で、セブンはね、変身します。ドーンで、バンドンと戦って、アンヌもね、他の大戦に、ウルトラセブンは、当たしてたよ、セブンだったのよ これへ地球の平和の、地球の平和のためにやってきた。平和の死者。ボロボロにならげるの私たちのために戦ってくれたのよ。で、セブンは、あの、ここすごいんだよね。あの、セブンはもうボロボロなわけじゃん。こうやって、アイスラッカー投げるんだけど、パンドンに、アイスラッカーをギュッても掴まれちゃって、もう、ど、もう、動揺しちゃって、パンドンが、投げたその力を利用して、 ウルトラセブンがウルトラ連力で返して、で、まあ、パントン首を切って倒すっていう。まあ、倒して、ウルトラセブンは帰って、終わりましたと。いや、ほんとね、この最終回のとこはね、まあ、ランクで言えば、1位が地球最大侵略の後編でしょうね。3位ぐらいに狙われた街でしょうね。 まあ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 。次行きましょう。はい。帰ってきたウルトラマン。1971年。まあね、帰ってきたウルトラマン。え、帰ってきたとか言いながらも、まあ模様は、模様とも形ともに全く違うウルトラマンであると。え、えウルトラマンと、ウルトラマン、ジャックって呼ばれたんだよね。その二人の見分け方は、この赤い模様が、 で、1966年1月にウルトラ Q。え、ウルトラ Q ね、ウルトラシリーズのほんと第一作目。まあウルトラ Q、どんなものかっていうと、まあウルトラマンみたいな巨大ヒーローは出てこないんですよ。もちろん人間の中で解決される、なんか怪奇事件みたいな。ウルトラ Q 代表するのが、まあカネゴンだったり、ペギラーら、 あと、ケムール星人とかあ。もうだから、巨大ヒーローは絶対人間の手で解決するような話なのかな。まあ、ウルトラマンが、まあ、ウル,ウルトラシリーズの第2作にあたると。ちなみに、ウルトラ Q の名前の由来は、あの、競技、競技の言葉のウルトラ C から来てると。そう,いう言ってるのがあったからね。 まあね、1967年10月に、まあね、超人気高い名作揃いのウルトラセブン。ウルトラセブンで一番のおすすめの話。これはやっぱりね、8話じゃないでしょうか。狙われた街。まあ、前にね、ウルトラセブンの、どう、なんか、プレビューしたやつも、 言ってたけど。いや、ほんとね、8話はね、名作ですよ。まあ、それは、ね、動その動画を見てください。あともう一つおすすめの話が、やっぱ、地球最大の侵略ですかね。まあ、最終話にあたる、2、2部あるんだよね。前編と後編に分かれてて、簡単に言えば、戦い、いろんな戦いを、 乗り越えたけど、疲労が溜まってたのかな確か。変身すると、危ないっていう状況になってて。まあ、パンドンですね。強敵パンドン。まあ、セブンが、前編の方で一度パンドンを倒したのかな片手を切ったかアイスラッカーで。倒すんだけど、後編になって、改造パンドンっていうのが現れて。まあ、セブンはね、な そこでも名言生まれてんだあのああのセブンがもうボロボロになりなりがらもうじゃあ諸星団だ諸星団がボロボロになりながら変身しようとするんだよ <laughs> こうやってするとアンがアンヌアンヌだアンヌが車がやってきて ここすごいんだよねあのセブンはもうボロボロなわけじゃんこうやってアイスラッカー投げるんだけどパンドンにアイスラッカーをギュッてもうまれちゃってもうどもう動揺しちゃってパンドンが投げたその力を利用してウルトラセブンがウルトラ連力で返してでまあパンドン首を切って倒すっていう。 ま、倒して、ウルトラセブンは帰って、終わりましたと。いや、ほんとね、この最終回のとこはね、まあ、ランクで言えば、1位が、あの、地球最大侵略の後編でしょうね。3位ぐらいに狙われた街でしょうね。まあ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 、次行きましょう。はい。帰ってきたウルトラマン。1971年。 まあね、うる、帰ってきたウルトラマン。え、帰ってきたとか言いながらも、まあ模様は、模様とも形ともに全く違うウルトラマンであると。え、えウルトラマンと、ウルトラマン、ジャックって呼ばれたんだよね。その二人の見分け方は、この赤い模様が、ジャックは、二重線になってるのかな。まあそのぐらいだね。で、ジャック まあ、帰ってきたウルトラマン。ではね、特殊な武器をつけてるわけですよ。まあ、ウルトラブレスレット。<laughs> こうやって。まあ、あのー、ベムスターが出る回で、まあ、ギャクがね、負けてしまっ、いや、負けてないか。途中、なんか宇宙にビョーンって飛び立っちゃって、まあ、セブンから受け取るわけですよ。 なんか、ブレスレト、ウルトラブレスレットで、まあ、ベムスターをそのウルトラブレスレットで倒すんですよこれね。こっャ逆かなこうか。で、倒すんだよ。そっからもブレスレットで倒すことが多くなったね。まあ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 。あの、ウルトラ、まあ、かえって、ジャックの話で、まあまあ、なんかワンサーチで、まあ調べてあるんだけどね。 あの雪、あのー、冷凍怪獣、いや雪男、雪女怪獣スノーゴンが出てくる話は <laughs>、まあまあ、これはブレ,ブレスレットがなかったら、確実に負けてたっていうものがあるんだよね。1972年、ウルトラマンエース。ウルトラマンエースね。ほんと、切断王子です。と呼ばれてるくらいね。まあ、まあ、 光線技ってか、技が多いんだよね。えー、っと、ウルトラギロチンとか、なんかブルーレーザーみたいなパンチレーザーとか。まあ、数、もう数、あの、ウルトラマン USA で、あの、ジャック・スコット・ウーマンベス。あとは、あの、これ平成最初かな、ウルトラマングレード、パワード。で、あの、イデミス。 イデミツとコラボして作られたウルトラマンゼアスでウルトラマンティガあのダイナガイアで光の巨人サンブ作あーっとあウルトラマンナイスあのウルトラマンナイス面白いんだよねあの腕につけたこの中箱の中にチョコレート入ってて食べるとウルトラマンナイスって、えっと、ウルトラマンネオス まあ、えっ、ー、と、あ、ネオス、ネオス、ネオス。まあ、ウルトラマンの柄、ちょ、ウルトラマンとちょっと似てるんだよね、色が。えー、ネオス、そしてウルトラセブン 21. そして、なんだ、えー、っと、ウルトラマンコスモス。で、ジャスティス。えー、っと、まあ、また、まあ、のウルトラマンノアとか、レジェンドとかもいたね。 で、ネクサス。で、ウルトラマンマックス。まあ、最速最強って言われてるね。で、メビウス。そしてなんだっけなぁ、銀河とか、X、あ、スあ、ビクトリーもいた。んク X、なんだろうな、これで、オーブか。じゃあ、その前に、ゼ、ウルトラマンゼロ、 まあ一応ウルトラマンベリアルそしてオーブあのー、なんだっけジードめっちゃいるやんウルトラマンだからギネスギネ,ギネスで最も派生シリーズがある番組としてねギネスに載ってますからねやっぱね昭和のウルトラマンってねすごい魅力があるんだよね やっぱ、ウルトラマンと、ウルトラマンとかの話の一部とかを YouTube とか、ま、ニコニコ動画でよく見るんだけどさ、ウルトラマンが戦う以外にも、その隊員たちのコミュニケーションが、なんかすごいよね、楽しいんだよね。あとやっぱ主題歌だよね。やっぱ俺が一番好きなのはね、俺が一番好きな主題歌は、 やっぱ、ウルトラマンの歌かな。やっぱ、あれほどね、ワクワク感の出る歌ってのはね、ないと思うんだよ。